はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ皆さん、作ったはいいけども使えないなーっていう装備ありますよね。俺もまさにその装備が今ありまして、それがこれなんですよ。アクセサリーの武人将軍の指輪と魔導将軍の指輪、これね、3セット作っちゃったんだけども、作るのに2時間ぐらいかかったかな、伝承まで入れたんで。このね、能力がこれです。攻撃力アップの、ターン数が3ターン増える。で、伝承でさらに1ターン増えて、合計4ターン増えるんだよね。プラス、行動時に 12% でバイシオンがかかります。で、これが、使えないんだ。実際、回戦時にバイシオン、バイキルトがかかる装備、そっちの方が数倍強いですね。そっちで十分すぎる。まず回戦時にバイシオン、バイキルトがかかると3ターン継続するんだよね。まあ大体の戦闘3ターン以内に終わります。なのでターン数アップしなくていい。行動して攻撃力を上げるよりも、回戦時に上がった方が断然お得なんだよね。これはね、失敗したな。本当に時間の無駄だったかもしれない。でもね、一つ希望があって、攻撃力アップが、3ターン継続する、そういう能力ですよね。なので、回戦時に、バイシオン、バイキルトをかけて、で、装備をこれに変更すると、攻撃力アップしたターン数が増えないかなと思います。ちょっとね、それが、薄い希望であるんですけども、どうでしょうか?ちょっと試してみますね。それでは、アンルシアと主人公が、バイシかかってますね。まあ、主人公でいいか。主人公で、検証していきましょう。装備を武人将軍に変えますよね。OK。で、攻撃したらダメだ。攻撃時にバイシかかるので、防御でいきます。で、他のやつで攻撃していくか。はい、まあ死なないようになんとか調整しましょうかね。はいはいはい。で次が、2ターン目ですね。いや点滅しだしたぞ。いやでも点滅してもまだ継続する可能性はあるんで、はい、2ターン目おしまい。2ターン目終わりか。1体ぐらい倒してる。おお、結構効くね。で次の行動が主人公3ターン目ですね。まあまあ3ターン目までは普通に継続するんで。で次4ターン目だよ。4ターン目で切れなかったら武人将軍の指輪が意味あるっていうことだね。どうなるでしょうか。頼むよ。なんとかゴム装備じゃなければいいんだけど。いやー、さあどうだ。あー切れた切れた。ダメかー。2つ装備しても意味ないか。ダメみたいです。はい、それでは戻ってきました。いやー残念ながら武人将軍の指輪、攻撃ターン数アップはこれを装備した状態でバイシオン、バイキルとかかからないと意味がないっぽい。もともとかかってるところに装備したって、ターン数は
増えません。いやこれ使わないよ、使わない。いやこれは集めたの失敗したかな。はい、まあ皆さんもね、この武人将軍の指輪多分使えないと思うので、時間を無駄にしない方がいいと思います。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。